キチャンネル。ちょっ、さあということで明日から始まります2021シーズンプロ野球日本シリーズということで、今日金曜日ね、前夜祭でございます。明日からの日本シリーズね、オリックスの本拠地から京セラドームからなんで、オリックス対ヤクルト第一戦含めて第何戦まで行くのかということでね、佐々木がしっかり解説していきましょうということでですね、こう日本シリーズですね、今まで、今の状況で言うとですね、2戦目テレビ東京さんでスタンド解説ね、バックレット裏解説、する予定です。そして、3戦目ラジオ日本放送で解説します。そして5戦目、フジテレビでですね、こちらまた副音声的な解説、こうウェブに多分なると思うんですけども、解説します。そしてですね、6戦があれば第6戦、TBS の方でですね、ウェブの方でですね、実技も交えた解説を、やる予定で、ございます。そして7戦目までもすれると日刊スポーツで、日本シリーズ評論させていただきます。ということで2戦目3戦目5戦目6戦目7戦目、日本シリーズ、仕事をさせていただきますということでね、しっかり情報を入れてですね、この日本シリーズ解説していくためにですね、皆さんもですね、この金曜日ね、この夜前夜祭にですね、明日からの日本シリーズを盛り上げるために、この佐々木チャンネルね、1年間ね、オリックスヤクルトもそうですけども、12球団試合を見てきた中での、日本で一番わかりやすい、日本で一番詳しい、実際見てきた中での佐々木解説やっていきますので、皆さんぜひ注目してくださいということでスタートです。さあということでですね、こちらですね、今日の、日刊スポーツね、表紙は上原さんになってます。佐々木負けてます。はい、ということでね、こちら、2面3面ですね、日刊スポーツ、評論家の皆さんの方々にですね、今年の、日本シリーズを占う、勝敗予想してますけども、ヤクルトが勝つと言ったのは、宮本慎也さん、谷池さんの4勝3敗。そして、檜山さん、佐々木、大石大二郎さん、上原さん、梨田さん、山田久志さん、和田さんをですね、4勝2敗か4勝3敗で、オリックスの勝ちをね、現在予想しております。そうです、佐々木も、現状4勝2敗で、オリックスが勝つんじゃないのかと予想しておりますけども、でも、初戦が大事です。ね、一番大事なのは明日の初戦。これはもうね、誰しもがかかってる。しかもパリーグのね、パーソル、クライマックスパのですね、初戦。これもね、オリックス対ロッテ。この初戦、山本が勝つかどうかが大事っていうところでね、まあ1対0でね、山本が、勝ったっていうところはね、大きかったと思いますけども、このシリーズもですね、まあ多分、オリックス、山本、ヤクルト、奥川がね、先発する。で、まあ、もちろんヤクルトもね、勝ちに行きますけども、最悪、負けたとしても、多分、ヤクルトとしては、そんなに大きな痛手は、多分負わないんじゃないのかなと。まあ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 、負けるのも想定内、みたいなね。だから、やっぱりね、このシリーズはね、2戦目が、多分、一番重要になってくる、日本シリーズじゃないのかなと。もちろん、初戦ね、山本が負けちゃうと、オリックスはね、ガタガタってね、ちょっとこう、動揺が走ってね、こう一気に。だから、初戦山本で負けちゃうと、4勝1敗でヤクルトっていうね、予想もしてます、佐々木はね。だからこそ、オリックスにとっては初戦大事。ヤクルトにとっては初戦負けたとしても、まあまあまあっていうね、思いも、もちろん勝ちに行くよ。あるんじゃないのかなっていうところもあるんで、もうね、初戦オリックスは絶対勝たなきゃいけないっていうとこだけども、このね、日本シリーズはね、本当に一番大事なのは、2戦目です。この2戦目がどうなるのか、ね。もしオリックスね、山本で勝ったとしても、ヤクルトはね、2戦目勝てば、多分高橋奎二と田島が先発じゃないのかなっていうね、オリックスは予想しますけども、2戦目高橋奎二で勝てば、まあ1勝1敗で神宮に帰れるというところで、まあここはね、想定内。だからヤクルトとしては1勝1敗で帰りたいっていうところがね、多分予定だと思うんですよね。最低でもね。で、オリックスとしてはね、初戦勝って、2戦目も田島も勝って、2連勝で神宮に行きたい。っていうのが多分イメージしてるところだと思うんだよね。そうなってくると、ね、万が一、初戦、山本が奥側に負けたとしても、2戦目勝てば、まあ、痛手が少なく、神宮に行ける。だからこのね、2戦目、このね、2021年、日本シリーズのね、一番重要なのはね、初戦じゃない。2戦目。
2戦目がどうなるのかの、この勝ち負け。まあもちろんね、初戦の勝ち負けを引き継いでの2戦目。これはもう当たり前なんだけども、この2戦目のね、勝敗が一番大事になってくるんじゃないのかなっていうところはあります。これはね、サドリが2戦目解説するっていうところでの営業でも、PR でも、ね、何でもないんです。これ事実をね、述べてるだけなんで、皆さん誤解なさらないようにね。っていうところですね、この2戦目が大事になってくるんじゃ、ないのかなと、思います。その中で、両チームのね、この日本シリーズ、キーマンをね、これから発表していきたいと思います。まあ、そのキーマンはね、まあ、それはまあ、普通に行けばよ。普通に行けば、オリックスは山本とかね、ピッチャーね、奥川って出てきたり、吉田、杉本って言ったりね、山田、村上っていうところがね、本当はキーマンになってくる。でね、いうところがね、まあ言いやすいところですけれども、この日本シリーズの両チームのキーマン、ね、これはもう、日本シリーズを制するために制しなきゃいけない条件があります。この日本シリーズ。お互いの1、2番キーマンです。オリックスは福田宗、そしてヤクルトは、塩見、そして青木。この両チームの1、2番がどこまで躍動できるか、連動してできるかっていうところが、この日本シリーズ、鍵になります。1、2番を制する者は日本シリーズを制する。信じるか信じないかは皆さん次第です。みたいなね、感じですけども。山田、村上、ヤクルトね。で、多分オリックスは吉田、杉本っていうところがなりますけど、まあもちろんね、この主軸が打つっていうのが大前提だけども、やっぱりこのね、クライマックスシリーズね、セパともに、ファイナルね、まあ福田宗、そして、塩見、青木っていうところの活躍はね、かなり光ったと思うんですよね。特にヤクルトはちょっと山田、村上がね、状態がなかなか上がらなかったっていうところで、この塩見、青木のね、活躍っていうのは非常に、このファイナルをスイープするのには、重要な役割を果たしたと思いますし、オリックスもね、まあ杉本の一発とかありましたけども、やはり福田宗ね、のこの連動っていうところがチャンスメイクするっていう形、になってきてるんで、やっぱこのね、1、2番、両チーム、いかにね、まあヒット打つ打たないよりも、いかに出塁して、相手をかき回すことができるか。それによって、3、4番にチャンスメイクをして、その3、4番が、しっかりそれを返していくっていう打線のつながりを作るためにも、やはりこのね、両チームの1、2番、このね、活躍が、この日本シリーズを制するためには、鍵になってくるんじゃ、ないのかなと思います。その中で、これはね、表向き。こっから、裏キーマン。何気に、こっちの方が大事かもしれない、裏キーマンを発表します。裏キーマン。オリックスは、T 岡田。T! はい。T 岡田でございます。これね、なぜ T 岡田かというと、このね、ファイナルステージもね、山本が投げた試合、初回ね、ランナー一塁から杉本をね、歩かせて、もう最後はね、ボール先行したんで、ほぼ敬遠気味に歩かせて、一、二塁になって、T 岡田が、先制のタイムリーヒット。まあ、これね、日本シリーズもそういう形になる可能性ある。まあ、T 岡田が何番にね、座るか、わかんないけども、もし5番に座った場合は、杉本を歩かせてとかね、ちょっと勝負を避けて、T っていうところも十分考えられると思うんだよね。で、そうなった時に、この 3,4 番がチャンスメイクした時に、この T が、ね、T 岡田が返せるかどうか、そこをね、しっかりつなげるかどうかっていうのは、非常に重要な打線としてのジョイント、ポイント、になってくると思うんで、何気にこの裏キーマンはね、オリックスは T 岡田だと思うんだよね。だからこの T、ね、そのファイナルの初戦もそうだったけども、ね、9月30日ね、この優勝の分岐点になった、9回ね、負けてる状態で、ロッテの守護神増田から、逆転のスリーラン打ったとかね、ちょっと節々にね、この T 岡田のバッティングっていうのは今年ね、非常にチームの勝ちに貢献してるところもありますし、まあ、全体的にね、ちょっとね、この調子のバタつきっていうのはあるけども、まあ、このね、T 岡田のを何番に置くか、そしてそれがね、機能するかっていうところは、オリックス打線、爆発力持つためにはね、非常にこの裏キーマン、T 岡田は非常に重要な役割を、担わなきゃいけないと思うんで、ここら辺もね、注目。だからまあ、その主軸がね、活躍するっていう見込みで、まあ、1、2番、そしてね、この裏キーポイント、T 岡田っていうところがね、オリックスはキーポイントになってくるんじゃないでしょうか。で、ヤクルトはね、このキーポイントプレイヤーはね、中村です。中村がやっぱりね、キーポイント。まあ、ファイナルはね、4番村上、5番サンタナ、
で、中村、オスナっていうね、打順でしたけど、まあこのね、オスナ、サンタカに変わるだけで、多分中村の6番は変わらないと思うんだよね。で、そうなってくると、この上位と下位打線のね、ジョイントになる6番バッターで、この中村がね、まあバントもできる、進塁打もできる、軽打もできるっていうところで、非常にね、この打線のバリエーション、戦略のバリエーションっていうのはね、非常についてきてると思うんで、ヤクルトにとってはこの中村がね、いい味を出すことによって、こう上位と下位の打線の連動ができて、つながりができて、一気に大量得点、1イニングできるっていうね、ポイントになってくると思うんで、この中村をね、このサンタナ、オスナって並べないで、中村を間に入れてるこの高津監督の、打順の妙っていうかね、っていうところを考えると、まあ、シーズン中もそうでしたけど、この中村っていうところね、このいやらしいバッターが6番にいることによって、いろんな作戦がね、できるっていうところでは、やっぱ裏、キープレイヤーは、打線の中では中村にね、なってくるんじゃないのかなと思います。でね、まあ全体的な、ここからね、話をすると、打線で考えると、ヤクルトとオリックス、どっちがね、ちょっと上位かっていうと、やっぱりね、打線で言うと、やっぱ、ヤクルトだね、全体的に。まあオリックスもね、いいんだけども、ちょっと下位打線がね、ちょっと全体的なバランス考えると弱いっていうね。で、まあ、クライマックスみたいにね、この足立とかね、紅林、下がね、連動すれば面白い形になるけども、まあ、ヤクルトのね、形を考えると、どっちかっていうと、まあ、打線はヤクルトの方がね、ちょっと上積みあるかなと。4ブロックぐらいでね、ヤクルト有利なんじゃないのかなと。先発投手で言うと、やっぱり山本っていうね、存在感がいる。そして田島が終盤良くなってきた。で、宮城はね、対ロッテ戦にちょっと相性悪いっていうところで、ファイナルね、ステージはちょっと後ろの方にローテーションになりましたけども、しっかりね、10勝以上の活躍を見てて、宮城もいる。ね。っていうところで、まあ、先発投手陣で言うと、まあ、7、3ぐらいで、オリックスかなっていう、ところもありますけども、でも、救援陣は、もう、7、3。8-2 ぐらいでヤクルトかなっていうね。まあ、今野、清水、マクガフね。その前には石山。で、スワレスがね、リリーフ回ってるんでね。で、金久保をどうするか、原樹里がね、投げれるのか投げれないのかっていうところはありますけど、金久保をね、どうするかっていうところもありますけど、まあ、スワレスがね、いるんで、そこら辺をね、ロングリリーフできる。で、田口もね、リリーフに回して左1枚入ってくるっていうところでは、やっぱりね、このヤクルト投手陣、まあ、5、6回まで全力で行って、あとリリーフよろしくねっていうね、でうまく長い、行ったら行きますよっていう感じで、行けばね、非常にいい形になるんで、そういったところでは、まあ、リリーフはね、ヤクルトの方が全体的には上。ね、上位にいるかなと。まあオリックスもね、こう後ろが揃ってね、富山、山田、吉田亮ね、っていうとこうヒギンス、西野っていう平野かにつなげていくんで、比嘉っていうねサイドスローのアクセントっていうところもねいい形ではありますけども、まあどっちかっていうとねヤクルトの方がまあ上にねなってくるかなと。それもねここの日刊スポーツのデータに、書いてありますけども、打率得点、安打本塁打。盗塁、長打率、出塁率っていうところはね、ヤクルトの方が上回ってるんで。まあね、DH がとかね、相手が違うんでね、まあそこは一概にね、同じとは言わないですけども。で、先発投手陣の防御率はね、オリックスが有利。で、救援陣の防御率は、ヤクルトが有利っていうね、ところっていうのも、ありますから。まあそういったところね、一概には言えないですけども、まあそういったね、形になるでしょう。で、今年ね、交流戦、直接対決で言うと、オリックスのね、2勝1敗でね、交流戦勝ち越してますけども、まあこちらですね、ヤクルトが、初戦バンデンハーク、で、2戦目小川、で、3戦目がですね、先発が、スワレスと、いうところですし、で、オリックスは、初戦山本、で、2戦目、田島、で、3戦目が、増井っていうところになるんで、ちょっとね、両チームともに、なかなか参考に、しづらいかなっていうね。で、まあ、初戦は、9対2で山本が勝って、オリックス。で、2戦目は4対7、小川マクガフで勝って、ヤクルト。で、3戦目は、8対7、打ち合いでね、オリックスが勝って2勝1敗というところですけども、ちょっとね、投げてないピッチャーも、いますし、ちょっとここはね、参考にならないかなっていうところはありますけども、まあ、ここからね、山本の15連勝がね、始まったっていうところもあるんでね。そういったところではまあね、こう、まっさらな気持ちで、戦えるんじゃ、ないのかなと、思います。さあ、そして日本シリーズね、もう一個の課題点といえばやっぱね、DH、この指名打者をね、どう使っていくかっていうところでね、初戦目、2戦目、パリーグ主催ですからね、この DH を使いますけども、まあオリックスはね、まあ DH をね、普通に使っていく打線の中でっていうところですけど、ヤクルトはね、ちょっと DH をね、うまく使え、まあ、有効的にちょっと使えないんじゃないのかなっていうね、ところを感じています。それなぜかっていうと、この1番塩見から、7番の、オスナがサンタナまで、この打順はもう変えないと思うんだよね。
だからもし DH を入れるとしたら、この西浦が8番になるか9番になるかで、 DH もし誰かね、青木とかサンタナとかが DH になったとしても、代わりに来る選手はこの8番か9番かに入るだけなんだよね。で、川端は多分ね、代打、起用の、勝負だから、だからもし、山崎とか、渡辺とかがね、外野のどっちかで入って、来るのかなっていうところはありますけども、全体的に、DH を使ったからといって打線の厚みがめちゃくちゃ増すような感じはしないですね。まあ、下位からの上位への連動っていうところはもちろんね、ピッチャーが入らないっていうところで起こるかもしれないですけども、ちょっとね、ここを崩したくないんで、その DH のプラスアルファっていうところではね、ちょっとヤクルトは薄いような気がします。で、まあ、オリックスはね、今度、神宮でセリーグスタイジアの時に DH を外さなきゃいけない。で、吉田がね、どこまで守れるのか。まあ、吉田もね、準備 OK っていう風なね、報道は出てますけど、まあ、デッドボールがね、右手っていうところで投げる方になるんでね、そこら辺は守備にどこまで影響するのかっていうところは、気になりますし、もし吉田がね、その守備守れないってなると、オリックスにとったらかなりの戦力ダウンになってくるんで、まあそこら辺のね、兼ね合いはありますけども、まあ報道で見るとね、準備 OK っていう風なねところも出てるんで、そこは心配ないのかなと。だからこの DH のね、あるいはヤクルトがどうなるのか、その打線のね、このつながりっていうところどうなるのか、入れれるとしたら8番か9番しかないっていうところでね、ちょっとそこら辺のね、不安要素は、あるかなと、思います。ということでね、まあ、ここまで、日本シリーズ喋ってきましたけども、まあ、明日からね、始まります。佐々木の予想が当たるのか外れるのかね、それは終わってみなきゃいけない、わからないっていうところでね、まあ、所詮予想はね、遊びなんで、向きにならないで聞いてください。ということで、明日からね、日本シリーズどうなるのか、佐々木もね、いろんなところで解説してますから、ぜひそちらでね、お楽しみください。さあ、2021年日本シリーズ、オリックス対ヤクルト、明日から京セラドームで開催です。要チェック。